夜、自分の部屋である動画サイトを見ていると、一つだけ真っ白いサムネイルで、タイトルが今日の日付になっているライブ配信を見つけました。最初のうちは特に興味が湧かず、他の動画を見ていたのですが、何度もおすすめに表示されるので、徐々に気になってきて、 その白いサムネイルのライブ配信をクリックして見てみると、画面に一人の中年男性が白い部屋にいて、こちらを向いて映っている。閲覧者数は一人だけで、どうやらこの配信は私しか見ていないようなのですが、私はどこかでこの人のことを見たことがあるなと考えていると、 画面の下の説明文に名前が出ていて、それは私と同じ職場の人で、特に私と仲がいいわけではなく、挨拶程度しかしたことがない人で、少し暗い感じの人だったので、私は、えあの人ってこういうライブ配信とかやりそうもなかったのに、意外だなぁ。 とか思っていると、画面の中で何かをブツブツ話し出しました。少し音量を上げると、それは会社への不満や上司の悪口、家族の悪口などものすごい勢いで話していて、私はこんなの配信してバレたらやばいよな、とか思いながら見ていると、 突然画面の中の人が立ち上がり、少し後ろに歩いていくと、今までは隠れていた背景が見え、そこには部屋の天井から一本のロープが垂れ下がっていて、いきなりそこで同じ職場の人が首を吊ってしまう。そしてそこで配信が終わってしまう。 私はあまりに突然のことで何が起きたか理解するまでの数秒間固まってしまったのですが今のはフェイクだよなと思いもう一度動画を見ようと再生しようとするとこの動画は削除されましたと出てしまうそれからしばらく今見た動画を見ようといろいろやったのですが 結局、動画はありませんでした。次の日、職場に行くと、周りがざわざわしているので、同僚に何かあったのか聞くと、昨日、〇〇さんが交通事故で亡くなったんだって。という、〇〇さんというのは、昨夜私が動画で見た人で、それを聞いた私はものすごく驚いたのですが、 同僚から話を聞くと、〇〇さんが事故に遭ったのは昨日の夕方で、私が動画を見たのは夜の11時くらい。しかもライブ配信だったので、時間的にその時にはもう〇〇さんは亡くなっていたはずです。結局、あの配信が何だったのか、今でもわかりません。 ものすごく不可解な出来事でした。